周南市徳山動物園は、山口県周南市大和座徳山5846番地に、ある動物園。旧徳山市の市政25周年にあたる1960年3月20日に、徳山市立動物園として開園した。動物園一帯は、徳山藩市毛利市の屋敷があった場所で、園内は毛利市ゆかりの史跡がある。春には、桜の名所としても有名である。 2015年1月末頃、約5万平方メートルの敷地内に132種506点の動物を飼育している。山口県内では、唯一の本格的な動物園で、毎年市内外から30万人弱の来園者がある。特に8月に、期間限定で行われる夜間開園時は、多くの来園者で賑わう。職場体験学習や学習プログラム等を実施し、 地域の青少年の教育活動にも力を入れている。幼稚園生の遠足としてもよく使われている。天然記念物であるカラスバトの繁殖を行っている。他、山口県東部鳥獣保護センターとして、年間150から200点の野鳥、野生動物を保護していたが、十分な保護受け入れ体制の維持が困難であるという理由で2008年度以降受け入れを休止している。 年間パスポートが存在する。また、入園時に一部定型施設の割引券が配布される。パスポートの利用方法は次の通り定型施設は次の4施設である。協力点は次の2点である。メールマガジンが存在する。イベント情報、半額割引券などが届く。ありがとうございます。